僕の中では打倒ドンキホーテド,ドン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 キーっていう、はい、気づいたら家でも口ずさんでましたね、はい、打倒パプリカですかね人の世界は戦いですから <laughs> でさっきオチを言うんですかオを言ってしまった罪悪感でいっぱいなんですね <laughs> 僕の中では打倒ドンキホーテあのわかりますでしょう <laughs> ドン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 キーっていう、はい、あれを気づいたら、はい、口ずさんでしまっているようにこの歌も僕は 事前の先週ぐらいからこの歌を聴いてましたから、はい、そこからもう気づいたたら家でも口ずさねましたね、はい、お歌がすごくこくメロディーにぴったりで,、はい、で実は私が撮らせてだいただく時は西川お師匠様とトラウデン様のもうあのお歌が入ってるのを聴かせていただきながらあの歌わせていただきましたんで本当にこうスッと楽しく 歌っていただきましてもう積極もワクワクと歌の順番は僕が一番だとはいありがとうございましたですからもうないから中田でしたいいやや。これは本当に僕素晴らしいと思いましたなかなかこう自分がやってるから素晴らしいって言わなきゃっていうことじゃなくて本当にこれいいと思います誰でも聞いたことのある歌ですし三人のアンバサダーが歌ってくださってこれから山手線とかテレビとかいろんなところで聞いていただけるので願わくば幼稚園とか 保育園とかそういったところでも体操なんだかと一緒にって考えるとパプリカですかね打倒が変わりましたいろんな倒さなきゃいけないどうしても倒したいというどうしてもやっぱり政治の世界は戦いですからこういうことを言うとまたねもういいです奥様の愛を感じますそうなんんですよこれいらと こんなんしてた恥ずかしいよと政治家時代思い出しませんかいやですからこれかなり持いけいらん持っていけえってん <laughs> 何んで持っていかへんのこれハめたら選挙思い出すにそうですよね僕も今そう思いましたもん。断ったんですよなんでさっきオチを言うんですか <laughs> あごめんなさいもう待って今日全部がもうストーリーがネタですねもう本当にオチを言ってしまった罪悪感でいっぱいなんですよね <laughs> あのそんなつもりなかったんですけど、どんだけ考えてきましたかやっ,やっぱりこれね、政治家のよくないところで、あの手袋を見た瞬間に、もうそれしか頭に入んないんですよ。そうでしょう、それでも、こちらがしゃべるまで、やっぱり政治家、聞かなきゃだめですね。